ラおばさん。ああオリバー、おはよう。今日の分ならそこに置いてあるよ。うん。あ、それと昨日マークが見せたいものがあるって言ってたけど、あったかい？え、本当？じゃあ手に入ったんだ。それでマークはどこにいるの？今さっき配達に出かけたところだから、まだその辺にいると思うよ。ありがとうレイラおばさん。あ、お母さんによろしくね。うん、わかった。オリバー、こっちだ。見るなよ。なんだよあいつ。遅かったなオリバー。ごめん、母さんがなかなか寝てくれなくてさ。それで完成したの？ああ、最後のベアリングも取り付け完了だ。見るか？うん、見る見る。よっしゃ。じゃあ、行くぞ。うん。どぼー。うわー、すごいよ、すごいよマーク。だろ。うん、かっこいい。俺が思うにアグレックス最新型を上回るかっこよさだ。比較にならないよ。じゃあ早速試運転と行くか。おー。うん。いい音で吠えるだろう。いいか、最初は車の調子を見るからゆっくり行くんだ。うん、分かってる。よし。ことになるなんて。うん、それよりせっかくのマシンが。気にすんな、また作ればいいだろ。さあ二人とも今日はもう帰りましょう。あ、はい。どうしたのマーク。あ、ちょっとな、足くじいちゃって。もうしょうがないね。ん、アリ、アリ、アリ、どうしたの母さん。大丈夫。母さん、アリーは心臓に持病があるの。母さん、ドクターを呼んでくるわ。母さん、オリバー、美味しいよアップルパイ。ここに置いとくから後でお食べ。そうだね、もう3日もああしているんだよ。
オリバー、母さんは今日からお仕事に行くけど、寂しくなったらこのお人形を母さんと思ってね。母さん一生懸命作ったの。だからきっとオリバーの話を聞いてくれるわ。うん。じゃあお留守番お願いね。母さん。なあに、オリバー。ううん、早く帰ってきてね。わかってる。母さんとオリバーはずっと一緒よ。ずっとずっと一緒。母さん、帰ってきてよ。ところで本当にやるの？大丈夫や。普通の人間には魔法は見えへん。さあオリバー、ゲートを使え。うん。よっしゃ、いけるで。その調子や。ここが二の国や。お前たちの世界とは違う、もう一つの世界なんや。二の国。うわあ、これは。なかなか筋がええぞ。これがお前の心の戦士、イマージン。心の戦士？そうや。お前の心の強さが実体化して戦士の姿になったんや。これで本当に戦えるの？おお。見て。なんだよこいつ。はあ、お前の心が強なったらこいつも強なってくるんや。わお。すごい、なんかいろいろ違う。おい、キョロキョロすんな。みんな珍しい服を着てるよ。珍しないわい。珍しいのはお前の方じゃ。え、変だな、変な格好やから。そんなに変かな。うん、おい、その一の国の変な服は早いとこ着替えんと。オリバー、行くで。うん。はじめまして、国王様。お前たちか、身の大切なものを届けてくれたのは。はい。そうです。それで褒美は何がいいのだ。
言うてまえて。遠慮はいらぬ。何なりと申してみよう。それは。はよ申せ。国王様の持つ魔法の杖です。ほうほう、魔法の杖とな。ん？お前は一体。この匂い、もしや。お察しの通り、このものは一の国のもの。私にかけられていた魔法を解き放つ力を持っておりました。なんと、あのお方の魔法を解いたというのか。この少年が。はい。よせよ、分かっておるのか。余計なこと。あのお方に背けばただでは済まぬぞ。分かっております。しかし。しかしなんだ。このものなら、あるいは。ミーには関係ない。杖はやらん。もう下がるがよい。しずく、杖はもらえないの？のようやな。うわ、あれが女王様。多分女王様がこんな姿になってるのも邪坊の仕業やろな。お、なんかいい匂いがしないかい。クラン、クラン、どこだい。はい、ここにおります。女王様、この者たちが新しい食べ物を運んでくれました。おお、かわいい坊やだ。今度さあ、それをこっちに持ってきておくれ。さあ。僕が持っていくの？早く、早く持ってきておくれ。よいしょ。早く。私はなぜこんなにも醜いのだ。ああ、誰か来る。急がなきゃ。誰だ。あなたは皇帝。いかにも。私は防具帝国皇帝ブヒーデンだ。お前たちは何者だ。何しにここへ来たのだ。あれ、あれ、あ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 、どうしよう、やばい、あ、
あ、見るな、見るな見るな見るな、いるんじゃない、出て行け、出て行くんだ、早く行け。楽しみだね、アリ。